羽生、以前見せてもらった月にだいぶ近づいてきたと思うのだけど。確かに形としては随分様になっていますね。進む道を間違えましたね、オーカ。あなたはむしろ漁師に仕えて剣術の師範代を目指した方が良かったのかもしれません。じゃあこれからはちゃんと月も教えてくれる？まあいいでしょう。ですが剣技は何よりも基礎が大切です。見た目の派手さにとらわれず、今までに教えたこともしっかり守るように。いいですね？はい、わかりました、お師匠様。私の子がもう母親か。神様、もしよかったら僕の家に来ませんか？僕はずっと一人暮らしをしているのです。ですからお話し相手になってくれるととても嬉しいのですよ。一人暮らし？あなた死ぬ…お母さんは？み、母様も父様ももういないのです。だからこの神社は僕一人なのですよ。どうして寂しくはないのですか？少しは寂しいのです。でもここは
母様と父様が大切にしていた場所なのです。だから、僕がきちんと守っていこうと決めたのですよ。この家を出て、フルデの家で暮らす？本気で言ってるの？オーカ。はい、なのです。シノさんたちのおかげで、身の回りのことはきちんとできるようになりました。ですから、僕はフルデ家の当主として、あの神社を守っていきたいのです。守ってって。オーカ、あなたはまだ10歳なのよ。それに、君吉の家にいたままでも、神事を取り仕切っておくことはできるはずでしょ。ごめんなさいなのです。もう決めたのですよ。ひょっとして王家、この家で暮らすのは窮屈だったの？私たちがあなたの本当の家族じゃないから。そんなことはないのです。シノさんもリョウさんも優しくて、カズヤさんもショウジさんも僕をとても可愛がってくれました。僕にとってはみんな大切な大切な家族なのです。じゃあなぜ？人が住まなくなった家は、すぐに朽ち果てると誰かから聞きました。フルデの家も、すっかりボロボロになっていました。父様と母様のことは、あまりはっきりと思い出すことができません。でも、あの家の暖炉を囲みながら、二人は僕を見て笑っていました。だから、その思い出を僕は荒れ果てたところに置いておきたくないのですよ。家のことをすべて一人でやっていくのは大変よ。多分あなたが思っている以上にその覚悟はあるの。本当はまだ不安がいっぱいですが、できるところまで僕は頑張ってみたいのです。お願いしますのです。わかった。そこまでの決心ならもう止めません。時々、庄司を手伝いにやるから、納得がいくまでやってみなさい。ありがとうなのです、シノさん。それから、辛くなったり、寂しくなったりしたら、いつでも遠慮なく帰ってきなさい。あなたはフルデ家の当主。でも、間違いなく、君吉家の一員で、私の可愛い娘なんですからね。神様？どうかしたのですか？
な、どうしたのですか、神様。いえ。まるで怯えた猫さんみたいなのです。にゃーにゃー、にぱーん。別に、そんなことは。では、決まりなのです。僕の家は、こっちなのです。あ、中でお話ししましょうなのですよ。にぱーん。暖かい。ニパーン。ところで神様？え？あ、ああ、はい。というお名前なのですか？いえ、違います。だったら、お社様がお名前なのですか？皆からは、そう呼ばれています。でも、それは名前では。み、では、何というお名前なのですか？それに、ハイリウン、イエアソムールジェダ、それが私の名前です。ハイリウン、イエアソムールジェダです。言いづらいお名前なのですよ。もっと簡単なお名前になりませんのですか？羽生。羽生と呼んでもいいですか？神様のお名前ととても似ているのです。僕の一番大切な人の名前なのですよ。私が、羽生？そうなのです。よろしくなのですよ、羽生。
それに何よりも、桜花が成長したら絶対うちの息子と結婚させましょうね。そうすればこの子は私の娘ってことになるんでしょ。ええ、まあよし決まり。実はね、前からずっと女の子が欲しかったのよ私は。今から楽しみだな。楽しみってまだずっと先の話ですよ。まったく気が早いというか、なんというか。ん？文句あるの？ありません。ありがとう。死ぬ。どうしたの？羽生？え？何か考え事？急に黙り込んで。ええ、ちょっと、ね。ねえ、羽生。何ですか？本当に、ありがとうね。どうしたのですか？急に。剣術よ、剣術。ずいぶん無理を言って、教えを乞うてしまったからね。羽生も、本当は乗り気ではなかったのでしょ？そうですね。あまり人に教えることには慣れていませんでしたから。ですか？いえ、ダメというわけではないのですが。お願いなのです。神社に泥棒が入らないように、僕も剣術を学んでおきたいのですよ。
私がそこに居合わせていたら、もちろん切り刻んでやるが。懐かしいですね。それにしても、オーカがあれほどに強く剣術を覚えたいと望むとは思わなかったので、正直ちょっと意外でした。そうね。剣術は神社を祀って祭事を取り仕切る神職には似合わないものだから、そう思われても当然だわ。それに、最初はただの気まぐれだと思っていました。ですから、修練もきっと長くは続かないだろうと高をくくっていたのですが。それはあなたの見込み違いね。私はいい加減な気持ちで何かを欲しがるようにはしつけられていないの。そして教わるからには教わった相手にも恥ずかしくないくらいに極みを目指す。それが私の心情よ。ですね。まったく、あなたの一途さには驚かされます。それに、だからこそ人間、オーカには習得は無理だと思っていたのだけど。これも、しか。そういえば、オーカ。何？今までは、はっきりとは聞いてきませんでしたが、なぜオーカは、剣を習いたいと思ったのですか？え？理由？はい。以前あなたからは、泥棒よけのためと聞きましたが、実際のところ、それがあなたの本心とは思えないのです。ですから私は、その本当の理由は何なのか、ずっと今日まで考えてきました。それに、そうね、実は、実は、剣の達人の巫女さんって、なんだか素敵でしょ？だって、
考えてもみてよ、羽生。白と赤の衣装は青春の証。いわば、裏若き乙女の代名詞ってやつでしょ。そして、身を清め、精神を鎮めて神に仕えることができるのは、数ある女子の中でもほんの一握り。だからこそ、あまたの男子は、神の名代を務めることのできる巫女さんに畏敬を抱き、そして道敬を持つの。そうでしょ？そして、そんな男子の憧れたる巫女が白銀の剣を振るい、襲い来る鬼どもをバッタバッタと切り倒していくの。紅白の装束と黒い長髪が宙を舞い、勇ましさと清らかさを合わせ持つその姿はまさに女神。すべての人を極楽浄土へと導く麗しき存在なの。ね、そう思わない？その、正直そう思わなくもないとも言えなくもないと断言したくない。ああ、今でも思い出すわ。朝露が草場から滴り落ちる早朝、しんと静まり返った林の中で、羽生が見せてくれた、あの剣の舞の華麗な姿を。あの時、私は幼心に思ったの。これこそ、私の将来目指すべき巫女のあり方。そう、神に仕える乙女の最終形態なんだって。見せたのではなく、あなたが勝手に見たのでしょうが。嘘に決まっているでしょ。全部冗談よ。嘘？冗談？ほうか。ごめんなさい。私の父様、こういう変なところがあったって志乃さんが前に教えてくれたから。どう？雰囲気出ていた？悪趣味です。仕方のない人ですね。ごめんなさい。でも、かっこいいと思ったのは本当よ。あなたの剣の腕、本当に素敵で、声をかけるのも忘れるくらいに、あの時は見とれてしまった。そう、ですか。それに、今思えば、とても子供っぽい理由なんだけど。
本当は、強くなりたかったの。え？自分や誰かの命を守る力という意味じゃなく、強い心を持つというか、自分を信じられる支えがね。そして、父様と母様が命がけで守ったこの村のために、自分にも何かができるという自信と手応えを、私は手に入れたかったの。自信と手応え？ええ。私の父様と母様のこと、シノさんはいつも言っていた。すごく立派で、尊敬に値する人だったって。村のみんなを守るために、命を賭して鬼と戦って、そして、私、二人のことを、本当に尊敬しているのよ。そうなんですか。でも、だから私も父様と母様と同じようにこの村を守ることのできる人間でありたいの。そして万が一この村で大変なことが起きた時には、それに対応できるような力を手に入れておきたい。それが二人の子として生まれて、フルデの家を継いだ私の務めなんじゃないかなってね。おうか、それは。ええ、わかっているわ。おかしいよね。村の人たちが私に求めているのは、本当はそんなことじゃない。この神社を守って、お社様を奉ってゆくことが私の本来の仕事。それなのに、巫女の身で剣術なんてお母様に聞かれたらきっと怒られちゃうわね。大川はご両親のことを覚えているのですか？ううん。実は全然、おぼろげどころか、抱かれた感触も、甘えた記憶もまるでないわ。でも、ほうか。そうだ。
王か。何？ご両親の意志を引き継いで尊敬される姿に近づこうと努力することはとても素晴らしいと思います。でもあなたはあなたです。他の何者でもありません。だからあまり理想にとらわれすぎなくても別にいいのですよ。え？理想に囚われている？私が？ええ、王家、あなたは優しい人です。そしてとても真面目な人だと私は思います。ご両親の意志を継ぐために幼い頃から神社を一人で守ろうとしたり、厳しい稽古にも耐えてきたりした、その姿勢は誰にでもできることではありません。でもだからといってあなたがご両親のようになれるのかと問われれば、私はきっと、いいなと答えます。どれだけ努力しても、あなたはご両親に近づくことはできても、追いつくことは不可能です。それは、私には才能がないってこと？いいえ、違います。個性の問題です。あなたの今進んでいる道は、ご両親と同じ方角を向いていても同じ道ではない。そもそも育った環境や生まれ持った価値観が違うのですから、当然のことでしょ。誰もあなたのご両親にはなれない。そして誰もあなたには決してなれない。それが個性というものです。故にフルデ王家という存在は、この世界に、たった一つしかありえない。そう。あなただけが、フルデ王家なのですよ。王家、ご両親を尊敬し、理想とするのも、確かに素晴らしいことです。しかし、それと同一のものにはなれないし、またその必要もありません。あなたは、フルデ家の跡取りでもなく、偉大だったご両親の娘でもなく、フルデ王家としての生き方を今まで通り一生懸命貫いていけばいい。そしてそんな生き方こそがあなたのご両親が望んでいたことだと私は思いますよ。フルデ王家の生き方？そうです。あなた自身あまり気づいていないかもしれないから、あえて言わせてもらいますが、たとえ、立派なご両親の意向があったとしても、あなた自身が、取るに足りない、村人たちの期待に背くような人間であれば、現在のように、信望を得る存在ではなかったはずです。でも、その度合いや加減は人それぞれの見解だとしても、あなたは今なお、村人たちから、一目置かれる存在としてあり続けている。これは素晴らしいことではありませんか？そんなこと。私はただ父様や母様に恥ずかしくないように、みんなの期待や希望に添えるようにって思っていただけだから、それに応えるだけで精一杯で、全然素晴らしくなんかない。それどころか、もっと優しくしておけばとか、気を利かして動いていればとか思って、後悔することもすごく多いの。だから、みんなが私のことを好意的に思ってくれていることが、時々申し訳なくて。それが優しいということです。普通の人は後で悔やむことすらありませんから。え？そうやって常に反省しながら理想を追い求める、それが素晴らしいことだと私は思います。そして
どんなに周囲の期待に従った言動であったとしても、それを選択してきたのは、間違いなくあなたの意志。だからあなたは、今までの自分を存分に誇ってもいいのですよ。羽生。じゃあ、私は、今のままで、いいのかな？きっと、あなたの優しさが、いつかみんなの幸せのために、役立てる日が来ると思います。それが何なのかはまだわかりませんが、その時のために、あなたは、あなた自身の生き方や考え方に、自信を持っておくことです。きっとそれが、ご両親の望みだと。誰が何と言おうとも、私は信じています。ありがとう、羽生。本当に、私はあなたと会えてよかったわ。いろんな人に優しくしてもらってきたけれど、こんな風に言ってくれる人、今までいなかったもの。ほうか。もちろん、私もいけなかったんだけどね。みんなの理想に応えようとして、無意識のうちに肩肘張っていたような気がするわ。だから変に気を使われて、私は間違いに気づく機会を失っていたのかもしれない。あなたは、私にとっては、本当に大切な人。まるで、そう、母様のようにね。ありがとう、羽生、私のそばにいてくれて。いえ。ねえ、羽生？何ですか、オーカ。これからも、私と一緒にいてくれる？はい、もちろんです。何をやっているのだ、私は。私は、いえ、オーカがこの天気に気づいているかどうか。
いいのだけど。あ、そういえば。誰？じゃあ、境内から？あ！この声は。やはり、死のか。しかし、何を話しているのだろう。それにしても。それでね。昨日言ってた人、結局、助からなかったわ。死んだ？またですか。これで、今月だけで何人目ですか。もう20人は超えている。私も、ジョーカーの医師や、クス氏にも掛け合ってみたけれど、こんな疫病は見たこともないって。正直、お手上げね。そんな。何か良い治療法はないのですか。近しい症状を出す疫病の薬を投与するとか、とにかくいろいろと試してみては。それもダメ。クス氏の話を参考に、それこそ考えつく限りにやってみたけど、効き目なし。それに薬は高価なものばかりだから、確証もないところにやたると大金はつぎ込めない。文字通りの晩酌尽きた状態を
じゃあ、他の感染者が助かる見込みは？残念だけど、現状では絶望的ね。疫病？このままだと、この村は本当に滅ぶかもしれないわ。滅ぶ？この病に感染してしまうと、高い確率で死に至る。しかも治療法は判明していない。一方で感染者の数は日々爆発的に増えている。これだけ危険な条件が出揃っていると、有効な対処法が見つからない限り最悪の事態もあり得るわ。ただでさえ田畑や水源地は病死した人の死骸で埋まって、作物の見込みも絶望的だしね。最悪の事態、みんな死ぬってことですか？もちろん、そうならないために全力を尽くしている。これでもこの村を任せられている身ですもの。何とか他の可能性にもかけてみるつもりだけど。何か他にいい手が見つかればいいんだけど、今はまだ。あなたも気をつけなさいよ、オーカ。今でこそ病気もなく元気だけれど、もともと丈夫な体ではなかったのだからね。昔の話ですよ。ご心配には及びません。それに庄司は男だからいいとしても、不安なのは風かよ。この漢方薬、無理を言って手に入れてきたから、二人にも飲ませておきなさい。気休めにしかならないかもしれないけどね。すみません、お母様。あ、でも私たちのことは大丈夫。なんとかやっているから。子と孫の心配をするのは当然のことよ。それじゃ、また来るわ。私はどうすれば。オーカ。え？羽生、いたのね。はい。いつから？一人が死んだと志乃が話したあたりからです。そう。大変な事態が起きているようですね。私も今知ったの。
ただの季節変わりの風だって聞いていたのだけどね。お母様が私に心配をかけないように話を小さくして伝えてくれていたみたい。だけど。しかし、それを話せば、大川はきっと反対する。この村を、出ていく。出て行かなきゃ、いけない。父様と母様が守ったこの村を、私たちは、捨てて。ほうか。羽生は、どうするの？そうですね。私は今、この村のではなく、あなたの守り神です。ですから、これからも、あなたと共にいるつもりですよ。ありがとう。あなたには、本当にいろいろと助けられたわ。8年前だって。あ、そうだわ、羽生。はい。お願い。あなたの力。もう一度、私に貸してくれない？何でしょうか？薬を、作ってほしいの。村人のために。ええ、そうよ。子供の頃、死の病にかかった私を救える薬を、あなたは作ってくれたでしょ？死の病から運よく生還しても、その者の体には醜い跡が残ると聞いていた。だけど、あなたの薬を飲んだ私は、何の跡も残ることがなかった。だから私、これが神様の力なのかと驚いたわ。時のように、あなたの神様の力を使って、今、この村で流行っている病を
治す薬を作ることはできない？どうなの、羽生？できます。だったら、村人全員分の薬を作ることもできるの？はい。できません。え？申し訳ありませんが、それはできません。だけど、それは私たちの掟だからです。王家、人には運命というものがあります。あなたの病は本来時間をかければ治るものでした。ただそれまでの間、そして治ってからも苦しい思いをさせるのが忍びなく、私はその手助けをしただけ。しかし、この病を根絶すれば、本来死すべき者が生き、定められた運命に逆らうことになりましょう。それは、この世界に移住した私たちには許されない行為なのです。なら、この病で村人が死ぬのは、運命だというの？この村が滅びて亡くなるのは、仕方がないことだって言うの？そうとは言いません。ただ、ただ、何？人の命を救わず見捨てることに、どういう理由があるのよ！必要とされることをやって、できることをやって、何がいけないの？どこがおかしいの？それに、掟や決まりは、人が幸せに暮らすために定められたものなのでしょ？だったらどうして、
あなたの言う掟は、人が不幸になることを是とするのよ。王か。羽生、あなたは病を治すことができるのでしょ？薬を作ることができるのでしょ？だったら、どうしてそれをやってくれないの？あなたの力で、亡くならなくてもいい命が救われて、この村が滅ばないで済むのよ。それなのに、なぜ？我ら、ハイ、ハイリウンを名乗る者は、リウンの民とこの世界の人間たちの融和と安寧を図るのがその役目と義務であったはず。武力の発展が文明を育てるか。だが、それまでに出なくてもいい犠牲が生まれ、血が流れる。王か、あなたは人を救うということをまだよく分かっていませんね。あなたの言う通り、私の処方した薬でこの地に蔓延している病を駆逐することは可能だと思います。ですが、田畑はどうです？シノの話だと、病で生き絶えた人や動物の死骸で村の水と土は激しく汚染されているとのこと。ということはおそらく、今年は例年以上の大凶作となる。この食料不足の問題に対して、あなたはどのような対策を講じるつもりですか？それは…もちろん、その時になって助けを求められても、私ならあなたの期待に応えることができます。この村すべての人たちが一年間食いつなげるだけの量はなんとか揃えてみせましょう。でもその後、病と飢饉で同様に苦しんでいるであろう周辺の集落が、鬼ヶ淵村には食料があると聞きつけたら、どのようなことが起こりますか？分かってください、王家。過ぎたる技術や得意な恵みは、かえって無用な争いを呼び、不幸の元ともなりかねない。村人すべてを本当の意味で救うというのならば、その先のことまで考えを巡らせなくてはいけないのです。ただこの病をこの村から追い出しただけで済む話ではないのです。そうね、羽生の言う通りだと思う。わかっている。それくらいは、理解できるつもりなの。あなたが、以前に奇跡を見せてくれたから、私は、それに頼ってしまいたくなった。自分たちだけなら諦めてしまったことも、あなたなら何とかしてくれるかもって思って、信じて、期待して。王か。期待しては、いけなかったの。あなたに頼っては、いけなかったの。何もできなくて諦める絶望と、できるのに使えない悔しさは、どっちが辛いと思う？それは、こんなことなら、奇跡なんて、知りたくなかった。あなたの頂上の力の存在を、
私は知りたくなかった。そうすれば、諦められたのに、仕方ないって、自分を納得させられたのに。奇跡は実際に起きた瞬間から奇跡ではなくなる。ごめんなさい、オーカ。お母様。え？一体大変なのです。お父様が、お父様が。あなた、どうしたのですか。あなた。あなた、お父様。来るな。入ってくるな。オーカ、頼む。風花を連れてこの屋敷を出て行くんだ。どうしてそんな。まさか、そんな。早く出て行くんだ。母さんに連絡して、お前たちはその先本家へ行け。そんなことできるはずが。いいからやるんだ。お前と風花にこの病を移すわけにはいかない。あなた、庄司兄様。このままじゃ、庄司兄様は。羽生。オーカ？
願い、お願いします。羽生主人を、あの人を、庄司兄様を救ってください。庄司が、あなたの夫が感染したのですね。ごめんなさい、ごめんなさい、羽生。私は薬をみんなに配ればこの村から病気がなくなって全てが解決すると思っていた。だからあなたに指摘された時、本当はあなたにじゃなくて自分に腹が立った。悔しかった、情けなかった。みんなを救うってご大層なことを言っておきながら、そこまで考えが至らなかった自分が浅ましくて愚かしくて。あなたの言う通りよ、羽生。私は本当の意味で村の人たちを救う配慮も覚悟も全然足りていなかった。ほうか。でも、あの人は違うの。庄司兄様は、この村を少しでも豊かにしようと、懸命になって、農学を学ぼうとしている。私よりも、ずっと、鬼ヶ内村のみんなの幸せのために、頑張っている人なの。だから、死なせたくない。絶対、死んでほしくないの。お願いします。もし運命が人の命を必要としているのなら、あの人の代わりに私の命を持って行ってください。だから、あの人を救ってください。お願いします。お願いします。お願いだから、庄司兄様を、羽生。風花は、どうするのですか？あの子には、母親が必要ではないのですか？父親だって、必要です。それに、私のように視野の狭い親のもとで育つよりも、庄司兄様なら、きっと、ほうか。解熱と鎮静の薬です。この世界の人間にも効くと思いますので、彼に飲ませてあげてください。羽生。薬が出来上がるまでに力尽きては意味がありませんから。夜明けまでには間に合うと思いますので、それまで何とか持たせてください。それじゃ。でも、忘れないでくださいね。私の言ったことを。それから王冠。はい。久しぶりに薬の処方を行いますので、
少々量を間違えてしまうかもしれません。その時は残った薬の処分をお願いします。私は。お父様、よかった。本当に、本当に。これは、お社様が私の枕元に立って病から村の人々を救うためにその調合法を授けてくださったものです。ですから皆さん、これを飲んでください。さすがフルデの巫女様じゃ。我らをお救いくださる生神様よ。ありがとう、羽生。大切なことをいっぱい教えてくれて、私のために無理なお願いを叶えてくれて、本当に感謝しているの。本当に。そうか。誰かのために優しくなることの意味、私はやっと分かったような気がする。だからこれから私、もっともっと村の人たちのことを考えて、みんなの幸せのお手伝いができるよう頑張るわ。できればあなたに頼りすぎないよう、自分自身の力でね。そうですか。あなたのその思い、私は誰よりも応援していますよ。ありがとう。これからも私のそばにいてね。あなたは本当に私にとってかけがえのない人だから。ええ、もちろんですよ。どうして。